高田本山専修寺の御影堂と如来堂が2017年国宝に指定されました。三重県内の建物では初めてのことです。国宝に指定された専修寺御影堂と如来堂なんですけれども、これだけの大きな建物が京都や奈良ではなくてこの三重県にあるということがまず評価の第一番のポイントだったかと思います。御影堂は大変大きな建物ですので江戸時代の当時の建築技術としては最高の技術が用いられて建てられております。また如来堂に関しては後から建てられた建物にはなるんですけれども高さを揃えるということで大きさの違いを感じさせない工夫がなされております。御影堂と如来堂は写真の被写体としても多くのカメラマンを魅了しています。今回高田本山専修寺の撮影ポイントをナビゲートしてもらうのは専修寺広報課の玉野さんです。こちらがですね高田本山専修寺の山門でございます。奥に見ておりますのが今回国宝に指定されました、高田本山専修寺の御影堂でございます。写真の撮影のポイント私のですねお気に入りの、場所といいますか時刻がございます。冬の6時過ぎの風景はこのようにですね街灯の光とですねお御堂の光と融合してこのような素晴らしい写真を撮っていただけますね。高田本山境内や国宝の御影堂と如来堂は拝観料無料なんです。こちらがですね専修寺の如来堂でございます。山門を入ってですね左に来ていただくとこちらのお御堂を見ていただけます。屋根と屋根の間でございますがあちらに組物がございます。それぞれの先にですね動物の彫刻が施されております。上からですね獏、竜、象のお顔がですねそれぞれ彫られておりまして阿吽の形式をとっておりますので自分のお好きな、撮影のポイントを、見つけていただければと思います。阿吽の阿は口を開いた状態、吽は閉じた状態。仏教で宇宙の始まりと終わりを表すとされています。夏の、私の撮影おすすめポイントをご紹介します。こちらにですね見ていただきますように、蓮の鉢がございます。こちらはですね7月になりますと蓮の花が満開になりまして7月いっぱい皆様にご覧いただくことができます。蓮越しに如来堂、御影堂のそれぞれ国宝をですね撮影していただくことができます。蓮の花は日の出の頃花が開き午前中には閉じます。開門時間が5時ですので早起きをして撮影に行くとこんな写真が撮れるかも。御影堂の中にお入りいただくとですね正面の方に目が行きがちでございますがここから上を見上げていただくとこちらにですね極彩色の彫刻が施されております。御影堂はですね外観とは対照的に、内部はですね、豪華な、装飾で彩られております。お堂の中ではお参りなど行事が行われることもありますので撮影の時は周囲に注意を払ってください。こちらですね、如来堂でございますがこの障子の上を見ていただきますと、中国の故事に基づいたですね、24人の、人物のですね、彫刻が施されています。こちらは如来堂をぐるっと回ってですね、24人それぞれ、違うものが彫られております。如来堂内部の梁の上には実は動物の彫刻が10体あります。どこにあるか探してみてください。
如来堂正面上部のですね、欄間にはですね、たくさんの楽器が、隠れておりますので、そちらの方も皆さん探してみてください。この欄間はですね、極楽浄土の世界を表したものとなっております。国宝の御影堂と如来堂の他にも、季節や時間によっていろいろな表情を見せてくれるものや場所があります。1月9日から16日まで冬の風物詩、お七夜奉音行が行われます。そして1月15日夜11時、1年でこの日だけのシャッターチャンス、照明という行事があります。国立劇場でも上演予定です。山門まで三重交通バス本山前下車0分、 JR 維新田駅から徒歩5分、三重交通バス高田高校前から徒歩10分、近くに駐車場もあります。さあ、カメラを持って国宝高田本山千住寺へ行きませんか。